見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。逃げろ、やばい、やばい。本誌が入手した動画に映った画像からは、乗客がいかにパニックになっていたかがわかる。叫びながら必死の軽装で走る若者、倒れて這いつくばりながら逃げる女性。車内は、悲鳴や泣き叫ぶ声で満ちた、ボン、何かが破裂したような爆発音が鳴ると、車両の連結部分の奥からオレンジ色の炎が、一気に広がるドス黒い煙、床には傘やバッグなどの荷物が散乱し、隣の車両は逃げた人たちですし詰め状態となった。ジョーカーの姿で車内喫煙日曜日の電車内が、一瞬にして阿鼻叫喚の様相を呈した。10月31日夜8時頃、京王線の八王子発新宿行きの特急、10両編成、内で、男が油のような液体を撒いて放火。刃物を振り回し、男女17人が怪我を負ったのだ。逮捕されたのは、住所、職業不詳の服部恭太容疑者、24、です。服部容疑者は映画、バットマンの敵役ジョーカーのような姿で、座席に座り悠然とタバコを吸っていた。不審に思った乗客もいたようですが、当日はハロウィンだったため特に注意する人はいなかったそうです。服部容疑者が犯行に及んだのは、調布駅を過ぎたあたり。前から8両目に座っていた72歳の男性会社員の右胸を、刃渡り30センチメートルほどのナイフで、いきなり刺しました。ナイフは肺にまで達し、男性は一時意識不明の重体になりましたが、一命は取り留めたようです。全国紙社会部記者、男性を刺した後、服部容疑者は6両目に移り、ライターオイルを巻き火を放つ。床や座席が焼け、車内に火災が発生。10代から60代の男女16人が、液体をかけられ目の痛みを訴えるなどして病院に搬送された。窓から逃げ惑う人々車内には、ガソリンのような匂いと煙が充満する。電車は、本来止まらない国領駅で緊急停車。すぐにドアが開かなかったため、乗客は窓から車外に脱出した。国領駅へは、40台ほどの消防車やポンプ車が出動。火災は30分ほどで消し止められた。9両目にいた服部容疑者は、駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。座席に座ったまま、抵抗せずに身柄を確保されたそうです。調べに対し、次のような供述をしています。ジョーカーに憧れていた。犯行の勝負服として買った。仕事で失敗し友人関係もうまくいかず、6月頃から複数の人を殺して死刑になりたかった、と。また8月に起きた、小田急線の無差別刺傷事件を参考にしたとか。こうも話しているそうです。小田急線の事件を参考にして、走行時間の長い特急を狙った。京王線は調布駅を出ると明大前駅まで10分弱止まらない。小田急線事件ではサラダ油を使い火がつかなかったから、ライターオイルでやった、前出、記者、元神奈川県警の刑事で、犯罪ジャーナリストの小川太平氏が語る。供述からすると、強い殺意と計画性を感じます。ハロウィンというのは、狙われやすい日でした。加害者が変装していても刃物を持っていても、仮装している人が多いので、それほど怪しまれない。いつも以上に多くの人がいるため、無差別の犯行を考えている人間にとっては好都合でしょう。容疑者は仕事も人間関係もうまくいかず、悶々としていたのかもしれません。相談する相手も皆無だったのでしょう。最近はインターネットや SNS の流星で、人と直接会う機会が減ってしまった。さらに新型コロナウイルスの影響で、その傾向は加速しています。駆け口を失った犯人が自暴自棄になり、今回の事件に繋がったのかもしれません。いくら不満があろうが鬱屈した思いがたまろうが、事件を正当化する理由にならない。身勝手な男の犯行で、リラックスした日曜日の車内は一転、地獄絵図となったのだ。デジタル。